皆様こんにちは。パソコムプラザのマスターです。お仕事でズームをお使いの方も多いと思いますが、こんな風にタイトルが出せたりしたらいいなと思いませんか？それから自分の言いたいことをこんな風に動かしてみたりとか、また見せたいものを次々と画面に映し出したりとか、ズームってこう自分だけ画面にいて喋っててもちょっと面白くないなという時に、こんなテクニックが使えたら表現力も高まるし、説得力も出てくるんじゃないかと思います。しかもこれ特別な機材は使っていないんです。こういったやり方ご興味のある方がいたらですね、皆様の使い方お仕事に合わせてご提案をしたいと思います。ご興味のある方はぜひ私までお問い合わせください。ではまた。